江頭は、日本人のせい。江頭の他に、江頭、江頭と読み、佐賀県、福岡県など、九州北部の各県に多い。また、日本の地名にも存在する。江頭安太郎海軍軍人、江頭安太郎、実業家、江頭豊か、文芸評論家、江頭厚らを輩出し、皇后政子にもつながる家系である江頭家は、江戸時代、 佐賀藩主鍋島家の家臣だったとされている。しかし、江頭家の系府にある江頭義蔵の名は、1845年、1864年の2種類の佐賀藩侍着頭にはない。義蔵の創尊、江藤敦氏は、江頭家について、手焼きありという身分の藩士だったのだろうと、推測している。手焼きありは、平時は無役だが、戦時には、 槍やぐ足を携えて戦場に赴く、者たちを指す。手焼き槍は、佐賀藩独特の身分で、正式の武士ではなくて、戦時のみに借り出される役職だった。しかし、吉蔵以前の経図や資料が一切存在しないため、吉蔵が手焼き槍であったか否かを含めて、ルーツや宝灸などは全くわからない。吉蔵以前の系譜は、現在までのところ、明らかになっていない。 安太郎の父、吉蔵の青年については分かっていないが、江藤厚氏によると、おそらく1818 18年から1829年の後半に生まれたのであろうという。吉蔵が木野と結婚したのは30歳をいくつか超えてからである。吉蔵は佐賀中学校の小遣いを務めた。吉蔵は安太郎が少年時代に亡くなった。木野は、 東京青山墓地にある江頭家の墓所で佐賀県氏族江頭吉蔵四月忠子の墓と書かれた墓石の下に眠っている。吉蔵の墓は青山の墓所にはない。人事更新録第3版によると吉蔵や安太郎の属跡は佐賀県氏族である。吉蔵のこの安太郎は秀才であり海軍軍人となり海軍中将まで昇進した。安太郎の子供の江頭豊は 東京帝国大学卒業後に日本工業銀行に入り昭和39年に窒素の社長として派遣される1963年から1973年までの公害病が問題化した時期に経営者として窒素の会社経営と水俣病の被害者対策に当たった段藤重光は江頭は汚染排水を出したのでなくて問題発覚後の事後処理をした経営者で 問題はないとしている。江頭豊は、雇われ社長でありながら、水俣病被害者に土下座したエピソードがある。大和田常に嫁いだ由美子は、江頭豊の一人娘で、慶應義塾大学卒業後に、エールフランスに勤務していた。大和田家は、江頭家の敷地に家を建てて、大和田常は、マスオさん方式で同居していた。江頭豊の父は、 海軍省軍務局長や人事局長を歴任した江頭康太郎海軍中将であった。江頭中将は、非全国佐賀郡北川福村木原の出身で、学府の小喜三郎海軍少佐は北川福村小賀の出身であった。小賀家は二十国取りの下級武士であった。江頭家の先祖は佐賀藩主とされる。小賀少佐は早期に海軍を退き、海軍予備校を創設して、 その経営に専念した。海軍予備校は、現在の学校法人海上学園で、学園の運営には、江頭豊の兄弟も参加している。作家、評論家の江藤厚は、江頭豊の弟の子供、つまりおいで、江頭弓子のいとこにあたる。江頭豊の妻の鈴子の父は、連合艦隊司令長官などを歴任した、山谷他人海軍大将である。山家は、 道の曇り岡半々市の子孫である。皇后、政子の実坂の名前はかつて坂の上に、山屋邸があったことにちなんでいる。山屋大将の妻の貞子の実家は、庭家で、山屋貞子の父の庭与三郎ろう坊ただは明治。維新後に、神奈川県鎌倉市の鎌倉宮、鶴岡八幡宮石川県白石の桁大社、神奈川県寒川町の寒川神社などの神社の、 宮司を歴任した家柄である。庭ふさただは19世紀の日本人として珍しく、身長が180センチメートルありひげを蓄えていた。庭ふさただの長男で、庭さ子この長兄にあたる庭のりただは、海軍少将,将まで昇進している。江頭藩忠だ江頭吉蔵、江頭康太郎、江頭隆史、江藤厚小賀博小賀木三郎与那子、 江頭豊、由美子、山谷他人、鈴子皇后雅子、小和田常、金城天皇、ありがとうございます。